そこラジオ回しときよ。なんか拾えるで。あれはね、もうロケしがいあるわ。絶対うまいわ。どこにあるんですか？ミキヤさん。これがね、これがうまいんですよ。これがね。さあ。出てください。533円。ただただです。スイーツ503円ですね。ですねって自分やんか。出せ出せ自分で買えない。いや出せよ。もうちょっと入ってよろしい。これね、失礼します。これすごいよ。美味しそう。めっちゃ美味しそうだね。そんなうっさん。これのフレッシュを使っております。北海道から取り寄せのこれこれ使ってはるの。カロリーはバターマーガリンの2分の1。これは、ほんまに清い秘密やけど。カバンの中はいやですね、女性の方、僕らやったら、これ入ってへんもん。これね、ハンカチが。でももう。ティッシュね。待って。これなんでこの。ポーチ。何入ってますの？バイオエナイ。これは酵素。酵素が入ってますね。そしたら。もう、いくら入ってるか。いや。当てましょう。ポスター、これで最後となりました。こちらを、ね、最後の場所は、この神社の裏にあるジーラさんに貼っていただきます。ポスターが終わる最後の瞬間でございます。ジーラ、ジーラ、いきます。貼ってもうてるわ。ちょっとこれは、一回貼ってもうてたから、これは今度ちゃうとこに貼ってもらおうかな。ジーラ、ジーラさん。なんでします。名前は名前は、自由気ままに。あ、自由気ままな人。そうですね。自由気ままに帰ろうか。どうも。菅原の西座猫買いに来ました。はい、さっき売りましたね。あ、ほんまですか。はい、誰か来ました。女の人。あ、ここでちょっと失礼します。去年天満宮秋祭りテーマソング無事ありがとう。これが買えますんで、おいくらですか。300円。300円です。はい。靴下祭りに来ております。どんな靴下があるか。4足1000円。何買いました。またその続き。何買いました。ミキヤのミチさんが何を買ったかちょっと気になりますね。見てください。靴下の山、きっとこれは明日の分、明後日の分、し明後日の分だと思います。ミチさんが何を飲んだか。コーヒーです。飲むでしょ。飲むでしょ。で、糸自体が切れてないんです。いうところで。世界一暖かいんです。世界一。雪男いう、はい、雪男の風合い。
私、ね、雪男でやったことないんだけど、あの冒険家の上村直美さん、記念館にもうちの靴下があったんですよ ね、 ですね、びっくりしたね。これを履いて上がったということですね。もうあの遺品の中にちゃんとうちのちゃんっていうようなあったんです。だから本当にもう寒いね、極寒の中が愛用されてるいうのがもうこのファッションの肝になってます。ここの社長なんで。あ、ほんま鬱陶しそうやね。鬱陶しそうでしょ。ちょっと鬱陶しい人にあの鬱陶しそうな人がここの社長なんですけど、あの人にインタビューします。鬱陶しいけどねちょっと鬱陶しい人はどんだけ鬱陶しいかというのを鬱陶しいよ。すいません、ちょっと今あのロケしてまして、あの辺に鬱陶しい人がおるからね。鬱陶しいとか話してる。ほんまですか、ちょっと話したいですって。ありがとうございます。いやいやいや、これコットン、これどうちゃうんですか、こういうところは。同じもんです、これは。あ、同じもんですか。こっち、今これの触ってもらったら、こういう種が入ってる。種がね。その種を今抜いて、こっち分けただけのもん。これ種なんですよ。これが綿の種で、でね、これの産毛みたいなのを全部取ったらキュプラになります。キュプラ、あの名前有名なのは旭化成のベンベル。ベンベル、あれ有名か。ものすごい柔らかいと思う、はいはいはい、このコットンリンターいうのでできるんです。あ、コットンリンターでね。リンターリンターってこと、はいはい。でもう一方ではこの種を絞ったら綿実油という。綿実油。綿実油。綿実油。非常に小さく細かくして、で溶かしてパルプ化して、パルプ紙、はい、紙にしようと。紙で、コットンシー。これをね、思ってたらこれ油だったんです。油。これがキューベルでしたかな。キュプラ。キュプラ。キュプラです。惜しかったね。キュプラ。油周りね。これがコットンリンター。コットンリンター。リンター。リンター。コットンリンターが、まあ、これ最初にするときにコットンリンターを取ることでキュプラができる。コットンリンターを取ることによってキュプラという再生繊維。ああ、なるほど。このコットンリンターの、いや、これはコットンボール。コットンボール、これコットンリンターラグビーボールみたいなね、はいはい、形になるんですよ。 100% のトレーサビリティ。トレーサビリティ、あのいわゆるどこで生まれて、どこで作られて、はいはい、どこで製品まで行って。この組合が今いう6次産業化っていうのがあるんですね、うん、新しい6次産業化ね、うんうん、農林水産省が推薦してる、うん、それをうまく、今週のゲストアーティスト、ソエンジさんです。どうも。どうも。じゃあ1ヶ月ぶりでございます。そう、前言うてましたやろ、何言うてました。巨人に勝つか負けるか言うて。まだその頃やったんですね。そうですね、勝ったじゃないですか。勝ったです、僕負けました。もうね、巨人に勝ってくれた時はもう、ね、史上初やと思いますよ。競って巨人に勝っちゃったっていう、歴史上でも何年続いた中でも巨人に勝って次に行くとか、ね、まあけどね、やっぱ最後負けたんで、そこを反省して来年にね、行かせていただければ。告知でございますが、11月15日は、こちらね、あと30秒あと30秒、マジで。そうですね、20秒。ほな、すいません、めっちゃ早くしていくよ、はい、はい、11月15日、加古川町角ミュージアムでございます。こちらは日本堂さんで11月15日19時からでございます。こちら、見に来ていただきたいと思います。そして16日はピクニックマーケットで、1時からはモリスさんのバンバンラジオ生中継もございますし、いろいろあるんでございますが、22日もあるわね。22日は加古川サティさんで11時から歌ってますし、29日は文化会館、そして30日は、尼崎の三和市場でお送りしておりますけどももう終わったかな、これ、うん。